冒頭ロシアとつながってるのかと思いましたが、耳のあたりを虫が飛んでいきました。少し払いましたが、今日の日本代表も暑さと虫とで訳して蒸し暑いと、この2つの要素のハードルを、日本人の方がポーランドの方よりも暑さに強いとこう信じて、感染を全開にしてですね、私たちは感染するけれども、選手たちは汗の感染をね、全開にしていただいて、これでクリアしていただければと思います。山本豪雨は6月最終週のご挨拶で回らせていただいております。いつもライフで会う同級生と今日は自然公園の横でお会いしました。まだまだ明るいのでお子様が元気そうにしておられました。遊べる、まだね、今から20分ほど前なのでまだ明るかった時間帯です。この少しずつ夜の泊まりが降りる中を、6月最終のご挨拶で南千住へと歩んでまいります。少しアクロシティの方行こうと思ったら、もう河川敷特有の風がね、ポスターをさらりと飛ばしていきましたので、十分に注意して安全第一で行ってまいります。皆様もいつもと同様にですね、安全第一でまずはお帰りいただいたら、ね、シャワー浴びていただいて、茶の間に11時集合でお願いします。山本豪雨は二波家一中、二波家と同じ場所にあった波家田幼稚園にも通っておりました。そして波家田地区から一中でございました。随行地区の皆様ともよくしていただきました。山本と申します。片手でごめんなさい、すいません、両手で渡すべきところでございます。山本豪雨でございました。2分経ちましたでしょうか。野球部から高校時代は体育でずっとサッカーできた、そんな制度でございました。70分授業、先進的な江戸川砦へ、常磐線で通っておりました。山本豪雨は都議会議員選挙からちょうど1年経ちましたが、変わらず同じスタイル貫いて頑張ってまいります。折を見て7月度になりましたらチラシでも配らせていただきます。よろしくどうぞ。すいません、ごめんなさい、自分で取りに行きます。山本豪雨でございました。ありがとうございました。